いや実は大失敗しまして、録画をですねしてしまったんですけれども、ちょっとですね襟がですねこうめくれてしまって、非常に恥ずかしい姿が映ってますけれども、ただ話してる内容は悪くないのでボツにせずにそのまま公開したいと思います。皆さんこんにちは、アクアハウスチャンネルです。今日はですね、あの冷蔵庫の中新しい餌を買いましたのでお見せしたいと思います。昨日入手したのがこれがですね、冷凍のスプラット、まあ、これはニシンの一種だっていう話で、まあ、ちょっと食いつけいいかどうかっていうのをちょっと試してみないとわからないんですけども、こんな感じの小魚ですね。これはまあ1キロ1つ500で、まあ、結構キビナゴとかより安く買えましたね。それから土壌ですね。土壌は最近なかなか入手ができなくて、まあ、一番やっぱりあの川の魚っていうか淡水魚なんで餌としてはいいかなと思ってます。それから牛ハツですね。お値段ついてます。1180円500円、まあまあ高いというか高いんですよね。この辺がスプラットが 500g で598円だと、まあ、税抜きですけども、まあ、このぐらいだったので、まあ、それよりは牛ハツ結構高いですけども、亀なんかいいかなと思ってます。それからちょっと珍しいかなと思ってイナゴですね。イナゴちょっと開けるとこんな感じでグロテスクですけど、まあこんな感じのイナゴ、これはカエルは食べるかわかんないですけど、アロワナ、シルバーアロワナなんかちょっとあげたら面白いかなと思ってます。いつも人工餌が多いので、まあでもこんなのシルバーアロワナあっという間に食べちゃうので、まあちょっとだけおやつ程度にあげようかなというふうに思ってます。まあちょっと土壌は多めに 1.5 キロぐらい買ってますね。まあちょっとこっちが小さめで、まあいろんなサイズの魚がいるのでいろんなのをあげて、まあまたまたなんかはいいかなと思ってますね。まあどっちかというと今回はまたまたにあげる感じですね。まあこれが冷凍餌です。あとまあ今日あげるかわかんないんですけど、この業務用スーパーで買ったアサリですね。一応塩分が添加されてないのを確認して、まあ中国産っていうのはちょっと微妙なんですけど、まあとりあえずこれもあのいろいろ魚食べるかなと、亀とかも食べるかなと思ってあげてみたいと思います。こんな感じですかね。ちょっとずつあげてみたいなと思います。感じですね。まあ、これが冷凍です、はい。あとまあ今日あげるかわかんないんですけど、この業務用スーパーで買ったアサリですね。一応塩分が添加されてないのを確認して、まあ中国産っていうのはちょっと微妙なんですけど、まあとりあえずこれもあのいろいろ魚食べるかなと、亀とかも食べるかなと思ってあげてみたいと思います。こんな感じですかね。早速ちょっとずつあげてみたいなと思います。これミルワームですね。ジャンボワームとか言われてます。あのよく YouTuber の人とか芋虫とか言って表現して、私もそういう風に表現してる時もありますけども、結構いろんな生き物がこれ食べるんですよね。まあちょっと慣れないと触るのも気持ち悪かったんですけど、最近私はまあ平気になりまして、こうやって手突っ込んでますけども、まあこれをですね、あのちょっと弱ったアロワナなんかにあげてみたいなと、あとシルバーアロワナもあげたいなと思って、で、あとは太あごひげトカゲだとかカメなんかもあげるんですけども、生き物によってあげ方がちょっと違くて、そのままガバッとあげられる場合もあれば、あの顎が結構強くて噛みついたりするので、カエルなんかはあの胃袋の中で噛みついてカエルが死んじゃったなんてことがあるらしいので、あの頭を潰すとか切ってあげるとか、まあ、ちょっと残酷なんですけど、そういう風にしてあげる場合もありますですね。結構大きくて、まあ、このミルワームをですね、あの餌をあげて太らせて、で魚とか生き物に栄養をたっぷりあげるっていうような感じで、あの飼育をするのがよくやる方ですね。で、まあ、ちゃんと管理しないと結構匂いがきつくなっちゃうので、あの独特な匂いがしますので、これがちょっと私もあんま得意じゃないんですけども、あの早いうちに消費しちゃいたいなと思います。これ1キロ今回購入しましたね。こんな感じです。虫の苦手な人はごめんなさい。
はい、ありがとうございます。はいはい、ミルワームを刺しこれ、ちなみにあのわざと斜めに島やってるんで。あ、そうなんですか。登りやすくしてるんで、わざと斜めに。食べてますか、その、あ、食べてる。でも好きなんですね、これ、うん、自然界ではこのちょっとそれを映すのやめてくれます。うわ、喧嘩してるじゃないか。喧嘩してますね。喧嘩とか交尾ですよね。これ交尾なの？交尾を仕掛けてます。餌の取り合いに。その子たちってどのぐらい食べるんですかね、餌をね。結構食べますよ。今回はですね、こんな感じであのボツにしようと思った動画ではございますが、復活させました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。アクアハウスチャンネル、ぜひこれからもお楽しみください。ありがとうございました。